今日はスノーマンの岩本ひかるについてジャーニーさんが話すみたい。私は黒毛市場に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ待てよ。ちょっと俺たちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。岩本ってなんで学習しないのかしら。岩本に限らず男ってのは学習しない生き物だよ。信じられないわ。何のために謹慎やお叱りの言葉をもらおうと思ってるのよ。公演終わりに未成年に飲酒とかさせちゃったの。そういう過去があったわね。今回は違うんだ。同じような過ちって何のことなの。あの子財布をすぐに置く癖があるのよ。それでいつも財布をなくして慌てる始末なの。すぐに置くってどこに置くの。例えばトイレとか人の車のダッシュボードとか。その財布には大事なものは入っていないの。入ってるわよ。現金カード、身分証明書。危機管理能力の欠如ってことなのかな。でも財布を落とし続けてあることに気づき、あることを試しているらしいのよ。何に気づいて何を試しているの。財布を落として届くかどうかを見ているらしいの。自分が結婚する相手は絶対に財布を盗むという発想をしない人が条件らしいの。それでわざわざリスクを冒して財布をあちこちに置くんだ。だから財布にはGPS を仕込んでいるらしいよ。それは怖いね。魚釣りに似た感覚だね。てか岩本は学習してるよね。でも今回は誰一人拾って届けてこないらしいの。興味ないのかな。それほど寂しいものはないね。